木リ神社は、岐阜県伊比郡大野町にある神社である。式内社であり、旧社閣は豪社。社殿によれば、725年の創始である。神気2年6月18日、美濃国大野郡の白山山頂に、黄金色の雪が降り積もったという。この現象は、白山姫神の降臨との信託があり、この白山山頂に旧社を建てて祀ったという。この時、 麓にある宝省修新福寺は木振寺に改称する。1530年の洪水で、麓の建物に被害を受け、1560年には、織田信長の焼き討ちに遭い、伽藍は消失する。その後、豊臣秀吉、徳川家康が主因状を発行するなどの援助で、復興し、大垣藩と田氏の援助で1677年には、新たな社殿が造営される。以降、 大垣藩と出氏が社殿の修繕などを行い保護をしている。長らく白山の山頂に鎮座していたが白山周辺が良質の石灰岩であることから明治時代から周辺で石灰採掘が始まる。1968年白山は石灰採掘のために削られることになり木振神社は白山の麓の現在地に移転する。百九十九年 周辺が、キブリふれあい公園として造成され、整備される。ウィキメディアコモンズには、キブリ神社に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。